はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、ちょっとスペック通りだったらすげえ最強だぞっていうプロジェクターを紹介したいと思います。いつもの担当者様がね、おじい、ちょっと今回いいのが入ったんでってことで、ピロリンって連絡をもらったのがね、おとといのことで、どんなってね、こちらですって、おーっつってね、で、今日午前中すぐ届きましたね。収録してたらピロリンってこう来たんで受け取りました。さあ、それがね、このプロジェクターなんです。ちょっと見た目は可愛らしくて本当って思うんだけど、でも お値段がね、視聴者クーポンを使うと25,243円で購入できるんです。で、今まで紹介したどのプロジェクターよりもめちゃめちゃ偉いコスパがいいことになると思います、ね、本当って感じでね。はい、そんなわけで、オープンボックスの動画になります。で、今回はアプリを搭載しています。で、これがね、Android ではないってね、書いてあるんだけど、本当って感じで、 Linux なの？いや、違うらしい、ね、そして、今年の流行りの、ね、障害物回避機能、まあ、今まではね、有名どこの高いものにしか搭載されていなかった機能が、最近ね、2024年は、まあ、我々が、ね、手が届く範囲のプロジェクターに搭載され始めてきました。なので、これがもうスタンダードになってきます。障害物回避機能とスクリーンに収めるね、機能、これが両方とも入っているみたいです。そしてこれも本当って思うんだけど、800アンシルーメンの明るさということですね。なのでこれが本当だったらすごいことですね。で、今回はAmazon のお値段から先に紹介しておきますね。ここなんです。今現在お値段の方が 32,888円になっています。そして、表クーポンは6000円オフのクーポンがあります。そして、明日、今日は日曜日なのでアマゾンの操作ができないので、明日以降に 5% オフの視聴者クーポンを発行してくれます。で、担当者様が言うには、これがね、3月の25日までは32,888円から表クーポンが6000円あって、で、5% オフでさらに1645円、ね、値引きになるので25,243円で購入できますよということで、さっき、ね、連絡が来ました。なので、興味のある方はこの動画の説明欄に Amazon のリンクと、あとクーポンコードは月曜日以降にね、発行してもらうということになります。まあ、おそらく明日一番に発行します。明日の夜ぐらいからじゃないかな、夜か夕方ぐらいからだと思います。はい、そんなわけで今回は視聴者クーポン適用で25,243円、スペック通りなら最強のプロジェクターをオープンボックスしたいと思います。まあ、25,243円というと、WinMuse の P64 とかね、そこら辺が購入できる金額とそんな大して変わらないので、ね、まあ、ちょっとこれはこれは、ね、すごいよっていうね。さあ、どうなんでしょう、ね。はい、まあ、担当者さんもね、なるべくいいとこだけ見て、ね、まとめてねって言ってたんで、それは分からないけれども、開けてないんだから、なんか自信がない部分があるなら最初に教えてって言ったんだけど、何もなかったんでね。ただ唯一ね、スピーカーの詳細が書いてないので、1個なの、2個なの、何ワットなのって聞いたら、いや、わからないから、実際使ってみて判断してくださいって言われたんで、ね、はい、まあ、そんな内容もあったものの、とりあえずね、ここの内容を見てみると、注目するのはまず800アンシルーメンの高輝度ということで、800アンシルーメンというと、今元気なおじいが紹介している中華プロジェクターの中で、まあ、最高峰の明るさとなっております。
で、だから今ちょっとお金がね、ちょっともうちょっと出すと今年は1000ルーメンぐらいが出てきてるみたいなんだけども、今のところ字は紹介していないのでね、あそこどうなっちゃったんだろうね、ジュリーシャンプル怖いんだけどさ本当とりあえず今現在800アシルーメンあるとかなり超明るいですね。そして、ここが売り文句らしい画質の AI エンジン、ね、画質エンジンが、まあ、ちょっと優秀なんだということで、このね、より多くの画面、デテールを保持しますよということで、そして画面のノイズを、ね、効果的に低減する、そして画面のクリア度を向上する、デテールの損失とぼやきを軽減、はっきりくっきりっていうね、そういうものらしいです。でおそらくこの内容を見てみると、ウィミュースで言ったらどのモデルなのかな、ウィミュースではないか、ヤーバーで言ったら K1 とか K2 クラスになると、まあ、結構シャキッと落ちるので、まあ、こういった技術が使われているのかなと思うので、まあ、いよいよ並んでくるのかなっていうね、そんな感じがします。そして、ドルビーオーディオにもちゃんと対応しますよっていうことです、ね。そしてね、ここなんだよね、アプリ内蔵の MX5 Pro と Android テレビ搭載のプロジェクターの相違点ということで、Android テレビ、ね、あの11とか12とかあるよね。で、それとは違うんだって書いてある。え、Android じゃないの？何なの？ってね。はい、そうすると、これね、違い。まず、Android はオープンソースのシステムであり、多くのアプリが基本的に海賊版アプリのための経験は非常に貧弱。であり、システムが立ち往生している。うん、確かに。エラー。フラッシュバック。ね、ダウンロード。またはインストールすることができませんなどが頻繁に発生する。そうだね。おじいも過去の経験からね、そういうのがあって、で、皆さんも入れたいものが入らない、バージョンがどうのこうのって言われるっていうね。で、そこのところ修正してもらわないと、ちゃんと使えないんだけども、なかなかそこをちゃんとしてくれる中華プロジェクターは少ないよね、本当。で、ところが、今回はこうなんだね。MX5 Pro は純正ライセンスアプリを内蔵しており、何の？ね、ジミー？本当？ね、X ジミーエンジニアによる、本当かよ！オペレーティングシステムの、ムービン OS は、最適化とオンラインアップデートを続けているため、プロジェクターの操作が非常にスムーズでラグがなくアプリもエラーやフラッシュバックなしで安定して実行することができるということだよね。まあ、メモリーもある程度積んでるのかもしれないけど、とにかく快適なんだよっていうことで、今回びっくりしたのは、そう、自動回避機能とかね、そこら辺ってジミーとか、ね、そういったものに搭載されていて、で、まあ日本語なんかも結構綺麗なものを使ってるし、やっぱお金を出すとそういうところが便利なんだよねっていう、こう、まあちょっと一昔前までは大手 YouTuber さんがジミーとタイアップしてね、で、まあ、安い中華プロジェクターだと、こういう機能がないでしょ？ほら、ほらって言いながらね、こう、電気のパチパチンってスイッチのとこ、ヒュッてこう避けたりして、ね、こういうとこでしゃがれますよ、みたいな、そんな動画をみんな作ってらっしゃった。ね。で、おじいがジミーの中の方、連絡したらね、ああ、元気だおじいさん、レンタルでお貸ししますよっていうかね、いや、お貸しいただいても、会社だったら視聴者さんから質問来たらね、答えられないからいいですよ、つってね、お答えしちゃったことがあるんだけども、ね。
まあ、このジミーのエンジニアによるオペレーティングシステムってことなんで、まあ、このあのジミーの中の方ではなくて、ね、まあ、作ってるのがあっち、エンジニアがみんな中国の工場だからね、結局。ただその同じ工場で作ったものでしょっていうことなんだね、結局。まあそういうことで、まあ、ははーんって感じで、まあ、おじいも頭の中で思ってるのは、ああ、この間紹介したあれもそういえば、日本語のフォントがちょっと違ったし、綺麗だったし、ああ、なんか、うん、この回避機能して、あ、なんかちょっとこうメニュー違うよねってね、高級っぽいよねってね、やっぱり、ああ、こっち系かって、なんか見覚えあるみたいな、やっぱりそっち系が絡んでたのかっていうね、まあ、いよいよもうスタンダードに降ってきたってことなんだね。うん、まあ、いい時代になりました、本当ね。うん、おじいの視聴者さんでも、まあ、ジミー持ってらっしゃる方いらっしゃるのでね、まあ、ジミーはあの買った時はね、まあ、静かだし、やっぱジミーはいいよってね、言ってる方もいるけども、まあ、値段を出した割には明るくないとか、ね、設定とかは細かいところに手が届くんだけども、値段、あの中華プロジェクター見てると、値段に比例しない明るさって、ね、そこなんだよね。あのこう快適に動くとか、そこら辺とか、映像とは関係ないところは結構快適、そこにお金を払ってるみたいな、ね、中華プロジェクターは余分なものが排除されてる代わりに、もう明るさ、ね、こんだけ見れるよっていう、そこを重視してるんで、まあ、差別化があったわけだけども、だんだんその差が、ね、なくなってきたよねってことで、楽しみだね、本当。はい、そして、ここを見てみると、まずこのオートフォーカスに、ね、自動台形補正、これはもう当たり前についています。でもね、このオートフォーカスに、この自動台形補正がね、両方当たり前に突き出したっていうのは、まだ本当ここね、1、2年の話だよ、本当。だってまだ去年の春くらいじゃないの ?P62 とか64とか。春モデルだよね、あれ。オートフォーカス自動台形補正が当たり前についたっつって。だよね。で、その前は、その前の年は、ウィーミウスの、ウィーミウスは何7だっけか。ね、ヤーバーが V7。ね。ウィーミウスは何7だったかな ?A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K、あ、K7 だ。K7 ね、K7 だよね。だそこら辺からだったので、ね、だこれもまだ本当あのオートフォーカスがついたっていうだけで、でしょ。この機能がすごい嬉しかったでしょ。ね、まあ台形補正はあの自動でやる必要はあるかどうかはまあ別として、日本人は自動台形補正大好きだから。さあいよいよこれです。ね。自動スクリーン入り機能と障害物回避機能、ね、何か障害物があったらそれを避けて、ね、あの四角を作ってくれる、もしくはスクリーンの中にふやっとこう収まってくれるっていうね、まあ、縁のあるスクリーンを使わないとちょっとそれはできないんだけど、ね、まあ、そういった機能がついています。これはねすごいことだよ、本当。そしてここのところ見てみてもちょっとあっと思わせる内容があるんです。それは何かっていうとここです。このねリモコンのペアリング、そうなんです。これっておじいが今まで紹介してきたプロジェクターの中でちょっとあの2万円台のプロジェクターからはちょっと離れたワンランク上の価格帯のプロジェクターにはこういったものがあったんだよ。そうでしょ。これね、リモコンのペアリングって、あの、電波リモコンになります。最初は赤外線リモコンで、やって、で、ペアリングするんだね。Bluetooth か Wi-Fi で。Wi-Fi だっけかな?どっちだったかな?それ、そうすると、そっちの電波の方をパッパって使えるんで、もういちいち、こうやって、向きこうやってやんなくても、どこに向いてても、パッパって反応するの。ソニーのテレビと同じ。ね。この使い勝手の良さを経験したらもう赤外線には戻れない、ね、
はい、まあ、そういうのがあります。だから ここ一個取ってもおーって思うでしょ、ね、はい。そしてね、まあ、あとはまあ双方向の Bluetooth 機能、まあ、これはまあもう今当たり前だね。この中華プロジェクターって Amazon をやった時、このメニューの これはいいんだけど、上の部分がみんな隠れちゃって読めないんだよね、どのショップさんも、ね、これ計算してこれ、絵を作らないと困るよね、この機能ね。はい、そして次はね、このウィッチングスタイル、ね、Wi-Fi の機能もありますよ。まあ、Bluetooth は双方向、Wi-Fi の機能もちゃんとね、ご利用いたようでありますよ。そして、ちょっとね、ここが、もう今のね、スタンダードかもしれないね、もうテレビの DLNA 機能に対応しています。まあ、これ、電波でなんだろうね。まあ、有線で従ってたら思いっきり早いかもしれないけども、電波で DLA 機能に従っちゃう。ミラーキャストとかね、ああいう感じだね、結局。すごいよね。そして、まあ、これはね、400インチまで対応だよっていうけど、400インチを実現するためには、学校の体育館行かないと、一般の家庭では無理なんで、ね。で、いくら800足ルーメンで、400インチまで行ったら目を細めてね、一応見えるかなどうかなって、もう真夜中に周りに明かりが何もない状態で目をうっすらすると、あーなんか動いてるね、これドラえもんかなみたいな感じで、多分それぐらいだと思うけどもね、うん、でもおじいいいことしか言わないでねって言われたんで、うん、あまり追求しませんね、うん、いい部分だけお願いしますよはははって言ってたからねはい、そして、この後ろの部分見るとね、HDMI は2ポート、ね、USB も2ポートあります。うん、素晴らしい。ね、ここにヘッドホン出力もあるからね、ちゃんと。はい、まあ、音楽にも使えるよってことで、これ、ちょっと待って、これ、生とかわかんないけど、音楽って書いてあるってことは、これ、スピーカーとして使えるってことかな、やっぱり。10ワットぐらいあるのかな、あの大きさで。すごいコンパクトなんだけど、いや、まあ箱だけで判断できないけどね、うん、もうちょっと P64 とか、もし箱でっかかったんだけど、すげえコンパクトなんだよ。まあ音楽のスピーカーとして使えるだけのあれがあるのか、本当か、このお値段でここに書いてあるものが本当だったらすごいことでしょ、そう思うでしょ、ね。まあ、ブラックの方がかっこいいけど、今ホワイトしかないんで、ブラックがねえかどうか分かんないけど、本当かな。で、この入れ物は海外検索すると、これと全く同じ形をしたしょぼいプロジェクターがあって、それと全く同じ側使ってるんだよ、これね、笑っちゃうぐらいだから側はそれ、ほらよくいろんな組み合わせっていうじゃん、ね、これはね、それを使ってるなと思って、でも中身のスペックが全然違うので、ね、すげえなーと思って。まあ音楽に使えて、スポーツにも使えて、ニュース、映画、ゲームね、何でも来いということです。いやー、本当かなー、でもおじい、いいことだけ言ってねって言うからね。はい、じゃあ早速開封したいと思います。おじいもね、半信半疑です。楽しみだな、これ。はい、じゃあ切り替えよう。はい、それではね、開封したいと思います。まあ、パッケージはね、こんな感じになってまーす。はい、Amazon のね、発送だと思うんだけど、ここにラベルがそのまんま直接貼り付けられて届きます。じゃあ、早速中を確認したいと思います。よ、あ、新しいからね。あ、これテープか。ここね、ちょっと待って。見えなかった。これテープついてるね、ちょっと。ちょっと今ね、気がつかなかったわ。ちょっと待って。透明なんで、全然ちょっとね、気がつかなかった。ここに、テープが貼り付けられてあったので、はい、これで多分開くと思います。よいしょ。はい、じゃあこれでね、開けました。
はい、じゃあ優勝。お、あれよ、この大きさでこんなに上が深い、え、そんなに小型なの？ちょっとすげえびっくりしたんだけど。はい、じゃあちょっと上をね、これ外しますね。で、これがコンセントね。はい、ちゃんと日本仕様になってます。で、ここがリモコンだね。はい、電波リモコンね。ネットフリックス、YouTube で、プライムビデオ。あ、ありがたいね、ほんとね。このワンタッチボタンがついてます。これは、HDMI ケーブルだね、これね。はい。で、本体を見ていきましょう。こんな感じで入ってるよ。いや、こんなにコンパクトなボディで、800Hルーメンってすごいよね。よいしょ。で、あ、まだお掃除キットが入ってる。ちょっと待って。ここに、まだ入ってた。これが取扱い説明書。あ、綺麗なフォントだね。うん。で、丈夫な紙、破れない防水の紙。文字はすごいちっちゃい。ね。はい。でもちゃんとジャパニーズランゲージのマニュアルになってます。おお、ちゃんとカラーで分かりやすいね。ちょっと、よいしょ、近づいてみる？ね。こんな感じ。プロジェクターの起動はこうなんだよ、とか。あと、オートフォーカスが、フォーカスのやり方だね。うん。こんな感じで全部写真付きで分かりやすいマニュアルになってます。うん、このマニュアルいいね、ほんと。見やすいね。うん、はい。で、マニュアルがあって、で、あとこれがお掃除キットになります。レンズを拭く布と、あと、綿棒、メンテナンスのやつ。で、使い方のマニュアルがここに書いてあります。ね、はい。じゃあ、本体を見ていきたいと思います。よいしょと。ね、白いんで、ちょっとなかなか写りがあれかもしれないけど、白いとね、ちょっとカメラって苦手なんだよね。よいしょ、ちょっとローにしましょう。うん、ほら、ちょっと見にくいでしょう。手動で、ちょっと暗めにしてみようかな。これでどう？映る？ね。はい。これ珍しいね。この下側についてるんだ。USB と HDMI とか。これは新しいね。なんか今までのやつってみんな上についてたけど、まあ構造がちょっと違うんだろうね。で、電源もここについています。で、後ろは何にも穴が開いていないというか、ここなんだろう。ここスマートホーム。え、これなんだろう。これタッチエリア違うよね。え、これなんだろう。ほら。これ、なんか、ランプがついたりするのかな。ねえ、使ってみないとわかんないけど。で、上を見ると、これが電源ボタンで、上下左右の決定で、戻るボタンだね。まあ、一応これがあれば、本体だけでも操作することができます。で、左側。こちらが吹き出し口かな。結構大きな穴が開いています。ね。で、これスピーカーどうなってんだろうね、スピーカー。で、ここが、よいしょ。はい、フィルターがついてるので、これ外して洗えるタイプだね。なので、こっちは空気の取り込みということがわかります。まあ大体そうだね。後ろから見て右側から取り込むパターンが結構多いです。中もね、中もちょっとこう見えたりするよ。ね。で、お掃除のメンテナンスするときは、ちょっと、ここから外すとは思うんだけど、これ剥がさないとあれかな。ちょっとここにね、おそらくね、ネジがあると思うんだよ。うん。ここパコンってやって開けるんだけど、ここがシールになってる。ね、ここ開けると多分お掃除ができるようになってるんじゃないのかな。多分。ね、
で、ネジ穴、三脚用のネジ穴が購入し、まあ、三脚用っていうかね、ちょっとちっちゃそうなんだけど、一応こういうネジがついてます。ね。はい。で、ちょっと見にくいかもしれないけど、PSE のマイクはね、しっかりとついてるので安心してください。じゃあ、戻すよ。よいしょ。それで、露出がね、今度暗くなりすぎたんで、もうちょっと明るくしましょう。ね、で、こっち側が空気の入り口。ということは、こっち側が、まあ、出口になると思うんだけど、じゃあ、スピーカーもここら辺から、あれかな、音が出てくるのかな。で、スピーカーの、あ、もしかして、あ、こっちだ。最近入りの、スピーカーね、あ、ここら辺に多分、こっち向けで搭載されてるような気がする。うん、ね。で、ここが赤外線のやつで、これ取らないと、おそらくオートフォーカスとか、ここら辺、センサー、ね、出るとこだから、これ取らないと、ね。そして、キャップ、ね、うん、パコンと、こうしてはめることができます。ね。結構屋外にあるね、ほら。すごい奥行きがあります。ね。はい。まあ、外観はこんな感じです。すごく至ってシンプル。ね。スピーカーの穴どれなんだろう。本当。はい。まあ、でも、いいよ。デザイン的には、なんか思ったよりも悪くない。うん。なんか、こうやって見ると、ちょっとこう、安っぽく見えるんだけど、こっち側から見ると、そんなことはない。でも、すごいコンパクトだなーって感じはするね。こう、だって今までのやつって、これぐらいまであったような気がするけど、非常にコンパクトです。ね。はい。じゃあ、ちょっとセッティングしたいと思います。楽しみだね。はい。今ね、セッティングしていて、一つ気になりました。これね、コンセントをここに入れるときに、ちゃんと奥まで入れてください。なんでかっていうと、これね、しっかりと入る、グッてこう入れる設計になっているので、軽く入れただけだと、こう、ゆるゆるです。これね、ちゃんと入ってません。で、これ、しっかりと、グッてこう奥まで、グッて入れると、しっかりと入れます。ほら。ね。こんな感じで。なので、グッと入れてください。抜くときは、いいよ。ね。はい。ちょっときついかなっていうぐらい。これね、外れ防止だね。クリアランスが変になってない。じゃあ、ひっくり返してみましょう。またね、同じなので、こうやって、ここで止まるので、グーってこう、奥まで入れると、ガチってこう、しっかりと入ります。これはね、気に入りました。うん、安全性がすごく高いです。何かあっても、抜けにくい。ね、これはバッチリいいんじゃないでしょうか。ね、はい、そしてね、あともう一個。ほんとね、リモコンなんだけど、ここに使う前に、このペロペロがついてるので、このペロペロを外してください。これね。で、リモコンは単4電池を使うはず。なんだけど、よいしょ。ここだね。おお、すごいね。バコチって開くんだね。ああ、何個使うんだろうと思ったけど、やっぱり2本で OK みたいです。太陽電池2本なので、ね。はい。で、この中のマークを見ると、向きがわかるので、ね。どっち？プラスが、わかる？これ。よいしょ。出っ張ってる方が右だね。プラスって書いてあるからね。はい。今、虫眼鏡で確認しました。こっち側がね、お尻の方。ね。パチッと。ね。あ、これ、こうなるんだね、ほら。こうなるので、これ、どっちから入れた方が楽なのかな？こっちから入れた方が楽なのかな？で、こうして、パチンって入れれば OK なのかな？
おそらく、うん、なんかふにゃらって感じがするんだけど、まあ練習をちゃんと保護してるんじゃないかなと思います。でパチンとね、もう結構しっかりしたリモコンだよ。でよいしょ、ちょっとズームするよ、ね、はい。で電源を入れるのはここで、ミュートボタン、そしてこれ戻るんだね。でこれがフォーカスのボタンになります。フォーカスのプラスマイナスで上下左右の決定ボタンになりますね。でメニューの1個戻るね、これはあの全体的なあのトップに戻るってやつだね。これがホームボタンね。でおしょ、ちょっとフォーカスが合わない、よいしょ。これね、設定のボタンです。これはね、設定のボタンで、ボリュームのプラスとマイナスがあります。ボリュームがここで、ミュートがここね、うん。でネットフリックス、 YouTube、まあ、プライムビデオね、うん、まあ、おじはネットフリックスは使う、大体こちら辺がメインになるんだけどね、まあ、この方が使いやすいかなね。はい、じゃあちょっと高さを上げなきゃなんないので、また次の画面で。はい、それじゃあね、準備ができました。壁からレンズの先端までが約2メーターでセットしましたね。よいしょ。はい、それじゃあね、電源入れていきたいと思います。もうちょっと寄った方がいいのかな、わかるよね、だいたいね、今この真横ぐらいに置くので、うん、まあ、大体こんなもんかなって感じで見ていただければなと思います。はい、じゃあちょっと画面をお好みにします。そして、リモコンで電源をポチオン、ね、さあ電源は今ね青くなってるけど反応しなかったね。ここ青くなってるけど反応してないね。ね、ここがね光らないで、バッ、あの、あ、来た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 、今押したらペトってついた。さあじゃあ起動をねちょっと待ちましょう。でオートフォーカスが来ました。うん、通り過ぎて、おー、でハローって来て、おー、これなんか惜しい、過去に見たことある。このペアリング、過去に見たことある。ね。はい、このプラスとマイナス、ボリュームのプラスとマイナス、これを同時に押します。グー。ね。プリーズ、マイナス&プラスで、はい。で、長押しすると、今こうなって、で、ちょっとこれ見にくいよね。はい。ちょっとね、もうちょっと左だな、もうちょっと左で、下でちょっとね、フォーカスが、うん、この背景がこの色合いが撮影した長さだね。もうちょっとくっきりした色にしてくれればいいけどね、うん、こう迷う色なんだよこれってね。でこのウェルカムでに、ジャパニーズを選びます。最初に一番、あ、ここにあったね、下から3番目に日本語があります。はい、で日本語を選びました。で手動キーストン補正ってあるんだけど、まあこれはいいや、あの手動でなくてもいいよ。次のステップでユーザーブルも、まあこれは許可するにしないと見れないよね、どうしてね。追加の詳細メニューにして、自動アップデート、ユーザー情報の収集許可、ここら辺は外しておこうね、自動アップデートは許可する。はい。そして、ネットワークなので、まあ、ここのところでパスワード入力になるよね。うん、はい。じゃあここでパスワードは入力してきます。はい。そんなわけでね、今一発で Wi-Fi クリアしました。で、その次のステップが、セットアップのネットフリックスなんで。まあ、ネットフリックスを持ってないので、ここはちょっとスキップしたいなと思います。スキップ。反応して。ね。お。スキップいけないのかな？あ、いった。
はい、で出ました。で設定でちょっと見たいのが Wi-Fi の設定があって、これはもうさっきのペアリングでリモコンが、そうだね、 Bluetooth がデバイスが接続されましたってなってるから、これがおそらくこのリモコンだと思います。これはね、これが今ペアリング解除ってなっちゃってるので、解除したら困るね。はい、ちゃんと Bluetooth でつながるリモコンなんだねこれね、よいしょ、ちょっとピントが合わないな、あのね、これね、これね、暗いんだよこれ、迷っちゃうんだねこれね、どうしてもね、暗いんでね、はい、ちょっと明るさが足んないのかな、反応がねちょっともっさりしてるので、まあこんなもんかなっていう。リモコンの反応、ちょっと電池がないのかな、ね、ちょっと電池を別のに入れ替えてみます。はい、それではね、電池を入れ替えてきました。じゃあこれをね、ポチッと押します。ポチッ、早い早いめちゃめちゃ早い、すごいねこれ、起動が早いこれ、ちょっとポチッポチッで、いやこの消えるのも早いけど、これ早いな、パチッって押して、ん？反応してないな。よいしょ。パチ。はえー。何これ。すごいね。早い。これ押してからパッてつくまでがすごい早い。今まではなんかポワーンって出てきて、ロゴが出てきてっていうね。ちょっとこう、準備をしてたけど、これ早いね。びっくりだね。はい、それじゃあね、ちょっとこうズームして見てみましょう。じゃあちょっとね、電気消しましょう。それで、これ上にメニューが何もないけど、これどうなってんだろう。 IR リモコンって書いてあって、ここが Wi-Fi って書いてあるけど、メニューはあれか、メニューはここが今設定メニューになっ、おお、これはでも、ああ、ここに全部、あれなんだ、HDMI が接続されていませんとか、ユニバーサルプログ&プレイとか、なんか、オートになってるスケールがね、で、ブートソース、ああ、これ電源入れた時に HDMI1 か2か、それともデフォルトのメニューかって、まあ、これがあると便利だよね。CC コントロールってなんだろう、これ。これリストってあるよ。CC コントロールのリスト。HDMI 接続したデバイスをワンボタンでコントロール。ああ、なるほどね。あ、オーディオやる CC 録画ができませんで、なんか、あれなんだね。その企画のやつだね。すげえな、なんか。最先端だな。画像設定が、自動キーストーン補正。オート。これは台形補正だよね。で、ピントを合わせながら、おお、真四角にしてくれた。すごい。必要に応じて丸を押してた、どの子だっていう。で、手動キーストーン補正っていうところを選ぶと、これで、ね、これで、ちょっとね、明かりつけようか。ね。こうして、パパ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 パって、ね。こんな感じで、タタ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 って感じ。こうやって手動で補正ができるよってやつだね。で、戻るボタンを押すと、戻った。あ、ピンチ。復元するには、パーセンテージみたいのを押す。パーセンテージ復元ってあるけど、復元のパーセンテージってどこにあるの？
これさ、ちょっと待って、あそこのこのさ、復元がパーセンテージ、パーセンテージじゃないか、これか、このパーセンテージみたいのってこれのことか。あ、戻ったはい、わかりました。これが手動なんだね。で、画像ズームが、あ、これはわかりやすい、これはわかりやすいね。うわ、ちっちゃくなった。 50% ぐらいまでちっちゃくなるのかな。すごいちっちゃくなったね。うん、早いね、早い早い早い。で、ここを抜けたい。またキーストーン補正設定って何？以前の状態に戻す。これが起動するときに自動台形補正を行うか行わないか。で、動作時に自動キーストーン、動作時と起動時と何が違うんだろう。で、自動画面調整。これは調整狭いと、自動画面調整。これフォーカスとかあるかな。自動障害物回避機能があるね。ジャイロスコープ。あ、これはね、これ今ね、水平かどうか。ね。水平なところに置いて、これでセットするんだよ。だ今のこの基準を水平にしますよっていう。ここでボタンを押すと、ね。これが水平でインプットするんだよ。結局ね。うん、これをやると自動台形補正とかね、自動キストにキャリブレーション、あ、キャリブレーションね、キャリブレーション、はい、じゃあ 1.8m、 デバイスと壁の垂直距離が 1.8m、 今 2m だけど、まあいいか。で、初回キャリブレーション、はい、材料構成中ということで、まあ水平を先に出したんで、それを基準に真四角にしてくれるっていうね。お、ピントが、うん、まあ、だんだんこれでやってくれるんだろうね。さあ、頑張れ。ほ。おや？キャビレーションは設定しました。うん。キャビレーションは設定したらいいけど。ちょっと待って。フォーカス、フォーカス。ちょっと、あ、手動でできるか。手動で、フォーカスが合わせるんで、あ、これでいけるね。うん。台形補正やったら、あれなんだね。うん。まあいいや。障害物、これオンにして、自動画面調整をちょっとオンにした状態で、これで、ちょっといろいろ動かしてみようか。うん。こっちにあと、フォーカス設定があるんだけど、これはちょっと今いいとして、ちょっと一回これに戻って、じゃあね、おじいがちょっと手で動かしてみるんで、結構時間かかるね。結構入念にやろうとしてる。おお、障害物避けた。障害物避けたけど、ちょっとあれだね。ちょっと台形補正失敗してるかなっていう感じはあるけど。これで今、正面に戻した。うん。ねえ。まあ、最先端の AI で頑張ってね、補正しようとしてるんだね。ねえ。はい。これでね、結構、まあ、気持ちがいい。
紙幣になって、ちょっとじゃあ上の方に上げます。よいしょ、およよっ、まあ、このタイプはでも初めて見たけど、結構時間をかけてしっかりとやってくれるタイプかな、これは。ここで台形補正が来るのかな。ね、うん。はい、ちゃんと成功しています。じゃあちょっとここ、障害物避けてくれるかな。さあどうかな、うん、さあ頑張れよ。おお、障害物避けたね。え、一応障害物避ける機能しっかりと働いてるね。すごいね。はい、こんだけ今補正がかかったってことだよ。うん。ね、まあ結構時間をかけて丁寧に、うん、補正してくれるんだね。お任せ。はい。ね、もう言葉が出てこない。ね。さあ頑張れ。おし。ね。行ったぜ。はい。そんなわけで、自動回避機能とか、そこら辺のね、台形補正は今ご覧いただきました。ね。いい機能がついてるね。そしたら、さっきの続きに行こう。いっぱいあるんだね。というかこれね、まあ、ちょっと、キーストン補正はちょっとここら辺はオフにするね。ここら辺は障害物解とか全部ちょっとオフにさせていただいて、それで、オートフォーカスを見ていきます。あ、これはあれか。起動するときのオートフォーカス。おー、早いね、フォーカスだけだったら。で、起動時にフォーカスと、動作時にフォーカス。この違いがわかんないんだけどね。動作時ってなんだろう。あと、フォーカスダイアグラムってこれなんだろう。おー、これ何これ。あ、手動でやる場合の、あれか。手動でやる場合の。ね。ははは。なんかすごいなぁ。いっぱいメニューがある。で、これは、あれだね。フロント、リア。で、反対側からのやつ。ね。反対側からのリア。で、自動垂直フリップってなんだろう。画面を、これなんだろう。自動垂直フリップだって。これなんだろうね。うん、まあ今までにない機能がついてる。で、あ、画面色彩と サウンド設定ってあるよ。うん。色彩の、あー、これすげー、これすげー。うん。モード選択、ゲーム、ユーザー、映画、スポーツ、ビビット。あ、なるほどね。今これが標準ってことだよね。ほうほう。じゃあ、ちょっと、ユーザーってあったね。で、明るさを、じゃあ、100% にすると、あはは、行き過ぎた。これが 100% の明るさなんだね。これがユーザー、これが標準で、ユーザーで 100% にした感じ。ね、うん、だこれが最大800アンシルーメンなのかな。半分電気。あ、まあ違うね。まあ全部つけるとちょっとあれだけど、半分電気ぐらいで、まあなんとか見れるね。標準でもまあ見れるけど、もうユーザーでまあ 100% でもできるよと。で、よいしょ。コントラストがあって、シャチュレーション。シャチュレーションって何？シャープネス。ノイズ低減。ね。高い、低い。
色温度標準、赤、青、ユーザー、うん、で RGB とかね、デフォルトに戻すがあります。ね、標準に戻りました、うん、結構しっかりしてるね。でサウンドモードは標準、ビビット、動画、ね、音楽、ニュース、スポーツのメニューがあります。サウンド出力はお、すげえな、オート、PCM、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスがあるじゃん。ほー、すごいね。ダイアログエンハンスメントオフ、低い中高ってのもあるよ。へー、メニューはすごいね、なんか高級気なめにあるよね。で、オートボリュームってのがあるんだね。急激に変化した場合、適度に保ってくれるっていう。あと、キートン補正っていうのがあるんだね。なんかわかんねえけど。すごいな、設定項目。で、これはシステムの情報、言語、日本語。で、時間と時刻をインターネットでね、指導するよと。で、ソフトウェアのアップデート。ね。うん。これは、確認、チェック中。ね。しばらくお待ちくださいとのことです。うん、なんかメニューの項目はすごい多いね。これあれかな、ジミーとかお持ちのユーザー様ね、どう、メニューの数の多さは同じぐらいなのかな、ね、最新バージョンだったみたい。はい、ということで戻ります。うん、ね、で、ネットフリックスのアクティブ化とか、工場出荷地とかね、あるんだね。はい。あ、これで全部？あ、全部なんだね。一応設定項目はこれで全部みたいです。で、ボタンの設定を押してみると、下に出てきて、ああ、これはいいね。画面モード、ビビットとか。あ、こうやって出てくるんだ。ああ、なるほどね。こうやって変更できるってことか。映画とか、標準ビビットとか、そういうことか。このメニュー、何か見てても、設定項目にいちいち行かなくても、この設定のボタンを押せば、下にこう出てくるサウンドモードとか、うん、台形補正とかね、オートフォーカスとか、ここ全部あれなんだね。オートフォーカスやってって言うと、あ、これはいいね。うん。リモコンで手動フォーカスだけよりも、ボタンを押してオートフォーカスやってくれる機能がついてるといいね。まあ、親切だね。うん。はい。まあ、設定内容は以上です。じゃあね、これをちょっと HDMI をつないで、画面、画質をちょっと見てみたいでしょう。ね、これ YouTube とか、ちょっと見てみたいね。早っ！はえー、すげえ早い。ね、よいしょと。ゲーんきなまでやると出てくる。元気なおじいが出てくる。さすがね。はい。で、元気なおじいがね、出てきました。ね、で、元気なおじいのチャンネルがね、うん、こうやって表示されるんだ。じゃあ、何か見てみようか。それじゃあね、うん、何見てみようか。画質がそんなに悪くないやつの方がいいよね。これ3ヶ月前の動画か。じゃあちょっとここら辺見てみようか。
しい。僕はオリバー。街行く人を見ていると、うん、僕にはこれがミュートだね。一回ちょっとミュートにするね、うん、でスキップにして、はい、じゃあ音出します。はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、こちらになります。とっても素敵なホファイスの蓄音機紹介したいと思います。これすごい音大きく出るね。これはあの合格だね。ね、ホファイスさんの蓄音機を紹介したことがあります。え、また同じ商品なの？違うんです。今回は一回り小さなミニチュアバージョンになりますね。ホファイスさんっていうとこのお花柄の蓄音機がねものすごく人気だったんだけど、大きいバージョンは今ね、あの普通のラッパ型になってるんだね。ラッパと同じ、お花じゃなくてね。で、復刻版出ませんかって今問い合わせしてね、ちょっと工場と交渉してみますって、まあそんなお話をしてるんだけども、で、今、現行としてはね、この、うん。はい。まあ、画面おじいのこの動画もう元がどんな感じか分かんないけど、まあ、大きい画面で楽しめるのは分かりましたね。じゃちょっと他の動画も見てみよう、うん、一応ちゃんとフル HD で動いてるのかな。まあグライコだね。まあグライコではないね、スペクタルアナライザーってやつかな、なんかね、ここピョッ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 ってこうなるやつなんだけど、これバージョン2です。ね。バージョン1とバージョン2があります。で、これがバージョン1なんだけど、パワーアップしてね、新型になりました。で、これが、マイクモード。うん、明かりを全開にすると、まあみんなこうなるのは当たり前だと思うけど、まあ半分ぐらいに抑えると、まあ結構しっかりと見えてるよね。まあこの動画は結構明るめに見えてるかなと思います。で、電気を全部落とすと、まあ結構明るいなーって感じはするけどね。まあ、感覚的にはね、ウィミースの K9 ぐらいかなという感じはします。ね、はい。まあ一応ね、ちゃんと YouTube が少しと動くことが分かりました。うん。で、ちょっと待って。これ、ホームに戻るにボタン、これか。ホームボタンを押します。はい。今これ YouTube 試したからね。で、ちゃんとフル HD で再生できるのも分かりました。で、ガチャ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 ってね、こう押しっぱなしで、こうガチャ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 ってね、うん、まあ読み込んじゃってるのかな。こうたーって、一応快適に動いてるので、だ、まあここはここまでしかないけど、ね、うん。まあ悪くないよね。悪くないよね。うん。ここら辺は何なんだろう、これって。これって何になってんだろう、わかんないけど、話題の人、あ、ネットフリックスね、これね、うん。はい。じゃあね、ちょっと HDMI を接続してみます。ちょっと待ってて。はい。そんなわけでね、HDMI を接続しました。で、一番見たいのは文字だと思うので、文字を出したいと思うんだけど、リモコンがねリモコンどこ行ったの、リモコン、よいしょ、はい、リモコン行きます。はい。で、今ねちょっと画面をズームしてみましょう。うん、まあそうだね、全体的にフォーカスはね、そうだね、
まあ見やすい方かなとは思います。うん。まあ見やすい方かなとは思います。じゃあ隅っこから見てね。うん。まあこれぐらいバナナマンとかね。うん。これぐらいの。これが下で、真ん中ぐらいがこれぐらいです。文字ちゃんと見えるよね。うん、あ、何これ。中のメイちゃんだって。へぇ、あ、これなんだろう、新番組これ。なんだろう。おじい知らない。はい、こんな感じ。まあ、見やすいといえば見やすいね。よいしょ。はい、OK。うん、番組表だと、こんな感じです。はい。まあね、そうだね。うん。まあ、かなりの上位モデルを100としたら、まあ、80ぐらいは、80点ぐらいは上げてもいいんじゃないかなっていうぐらい、まあ、結構見やすいです。ほんとね。うん。今、補正が効いてるかどうかちょっとわからないんだけど、まあ、結構、この中央の部分と隅っこの部分を比べてみて、まあ、そんなに大きな差はないので、ね。このバナナマンあたりがちょっと微妙にあれかなっていうぐらいで、うん、まあ、多分、この地上デジタルっていう上の方はちゃんと出てるので、ね。まあ、平均するとかなり優秀な方かなと思います。見やすいね。うん、はい、じゃあちょっと番組表をオフにして、ね、うん、ね、今真っ暗い状態で結構綺麗に見えてるね、うん、ちょっとリモコンがね、まあとは発色具合とかは、いろんな調整があるので、まあ、いろいろ好みの問題があると思います。で、メニューを出して、ここでね、メニューを出して、で、カラーモード、モード選択とかあるので、このモード選択をゲームにしたり、ユーザー設定にしたり、まあ、映画にしたり、スポーツにしたりね、これがビビットにしたりとか、ね、それで、まあ、ノイズ低減、高い、真ん中、低いとか、ノイズの感じはね、どうなんだろう、見る人が見ればわかるのかなって感じだけど、あまり大きな違いはわかんないね。色温度は、すごく変わるのはわかります。うん。で、そうだね、ここら辺も、まあ、どこが一番無難かなっていう、ね、まあ、ちょっとこう明るさ 100% マックスぐらいにすると、まあ、結構見やすいかな、ね、ね、うん、どうでしょう。あと、シャープネスなんか今12、あ、これ何段階だろう ?18、19、20、20段階のシャープネスがあるみたいです。0と20と、あー、かなりシャープだねー。これが0。うん、で、これだから12、真ん中ぐらいが、まあちょうどいいってことか。ね。うん。ここら辺も結構いいね。このシャープネスが結構いいお仕事をしてるかなと思います。うん、はい、まあ、HDMI はねこれぐらいです。じゃあ USB メモリ用意します。はい、USB を挿しました。そうすると USB メモリの中がこうして全部見れるパターンで、今ここが全てってなってるんだね。で、動画ってやると動画だけが認識するみたいです。で、音楽ってやると MP3 だけが認識して、画像ってやると画像だけがこうやって認識するみたい。
これはめちゃめちゃ便利。うん。今まで見てきた中でこれが一番便利。すごく。で、おそらくこのすべてのファイルから指定しても OK なんだろうね。きっとね、全部見えるもんね。これはすごくいいね。うん。いいと思う。じゃあ、ちょっといつもの動画をね、見てみましょう。はい。ということでね、ここに資源祭を無事に巻きました。1、2、3、4箇所ぐらいにね、4、5粒ぐらいずつ巻きました。さあ、で、今から、ジョロでね、お水をあげて仕上げます。はい。本日はここまでです。すっげー滑らか。ね、動きがすごい滑らか。びっくりするぐらい滑らか。本当驚いたわ。はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回はね、こちらになります。うん、普通の MP4 も再生できるので、まあ、合格です。で、音楽ファイルちょっと、ね、ノスタルジアやってみよう。スピーカーはね、本体の左側に1個ついてるので、今本体の左側の方にスマホを置いてるんで、かなり音がね、鮮明にクリアに大きく聞こえます。で、音が大きく聞こえるのはこの左側からなんで、スピーカーは大きいのがね、1個ついてるんじゃないかなと思います。ね、すごいというか、はっきりくっきり聞こえます。うん、音質は悪くないね。じゃあ、画像行ってみたいと思います。ね、これはあれか、そうね、真っ白、ああ、フォーカスがね、固定できないからね、スマートフォンね、うん、まあ、周りの色ムラは、まあ、まだ真っ白方かな、本当ね、うん、で、黒、赤、ね、うん。まあ、これグリーン、今青く見えてるかもしれないけど、これ本当はグリーンなんだけど、これがブルーなんだよ。だこれ、間ね、今フォーカスが合わないだけなんだよ、スマートフォンがね。で、これ黄色なんだけど、画面見ると緑に見えてるけど、おい、楽天ハード大丈夫か、おい、どうしたんだ、色が正しく録画できてないでしょ。なんでだろう。何の現象かわからないけど、色が正しく認識できてないみたい。ね。モニターの色と一致せない。うん。まあいいか。ね。
はい、まあ、こんな感じで綺麗に見れるね、うん、はい、まあ合格でしょう。これぐらい綺麗に見れればね、サク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 動くんで、うん、これはいいね。ストレスなくメディアは再生することができます。うん、はい、じゃあ次はね、あの本体の方を見てみよう。はい、それじゃあね、皆さんの気になる部分ね、検証いきたいと思います。じゃあよいしょ。まずね、静かな状態のね、ノイズだいたいいつもね 4,50 ぐらいなんだよ。はい、静かな状態で 44.2 ぐらいです。喋るとこれぐらいね。じゃあこれを基準に、測ってみましょう。これあれかな、よいしょ、ズームになってない、やっぱなってたね。うるさいのはあっち側だと思う、あのファンが出口だからね。さあどうかな。うん、まあ最近の静音性の高いプロジェクターに比べるとちょっと音するかなって方かもしれないけど、でもそんな気になるぐらいの音ではないよね。うん、この真横に耳があると音が聞こえるけども、まあ、これぐらい離れちゃうとほとんど聞こえないです。はい、じゃああとは熱ね、800アンシルーメンねという記載になっているので、うん、まあ、触った感じね、ここの出口は熱風が出ているのと、あと上がほんのりあったかいぐらいで、暑いっていう感じは何もないです。うん、あの、あったかいぐらい。この椅子が21度に対して、まあ、ここら辺、そんなに変わらんね。で、天井あたりが、だいたい、まあ、29度ぐらいだね。で、後ろの方は、うん、後ろも26度ぐらい。で、吹き出し、このあたりが、ね、あ、まあ結構52度ね、まあ、熱風が出てるね、うん、はい、これぐらいです。どう、参考になる、ね、じゃあ次にね、ちょっとゲームを起動して動きの強いものを見てみよう。はい、そんなわけでね、ゲームを今起動してみました。 Xbox です。まあ、かなりね、まあ、見やすいって言えば見やすいよね。うん、1万円2万円の今までのプロジェクターに比べるとまあ見やすいかな、うん、確かに、ね、で、モードが確かゲームのモードがあったので、あ、ゲームのモードだとちょっとあれだね、ゲームモードだとこれか、あの今ユーザー設定でめっちゃ明るくしてたんで、ちょっとこれだと見にくいから、ユーザー設定でやっぱ明るさ 100% の方がよろしいかもしれません。それで、ちょっと待って、音を変えたいんだけど、音をサウンドモードを
ゲームってなかったかな。あ、ゲームはないのか。ゲームはないんだね。うん。じゃあ、まあ、音は自動でいいです。はい。じゃあ、ゲームをちょっとやってみます。支援が気になるかどうか。音は大きいんで、まあ、あの、不満はないね。音に関してはね。これぐらい音が出てくれれば、もう映画もゲームもちゃんと楽しめると思う。ね。で、まあ、どのモードもそうなんだけど、明るさはユーザーで 100% にした方がいいかなって思うね。うん。で、まあ、真っ暗い中で 100% で見て、うん、まあ、ちょうどいいかなって感じかな。ね。はい、じゃあ行きます。ちょっと大きいな。そんなわけで、あー、そっか、これになっちゃうのか。今、一時停止一瞬見たときに、画面は綺麗だったんだけど、これあれか、録画で進めないと見れないか。じゃ、止まるしかないか。ね、こうやって見るしかないんだよね。でね、ま、ね、はい。まあ、ズームしてみて、こんな感じなんで、まあ、確かにね、階層感は、綺麗な方かな。あの、AI なんちゃらってやつね。それは確かにね、聞いてるような気がするよ。なんか。うん。確かに。なんかね、くっきり感は確かにある。売り文句通り、ちゃんとね。うん。ほんと。ま、あとあの、明るさと発色の具合はどうかっていうのはちょっと別にして、でも見やすいのは確かだよね。うん。ま、ユーザー設定でこれあの 100% 設定にして、まあ、これぐらいで見れるし、ちゃんとゲームもできるので、でまあ、よろしいかなと。ね、使える範囲かなと。で、今、明るさ半分ぐらいつけたけども、まあ、半分つけたぐらいでもま、見えるので、うん、まあこの辺は普通に電気をつけてもまあゲームは遊べるかなと、ね、まあ電気は真っ暗にしてやった方が推薦されるけど、まあユーザー設定で 100% にすれば、まあ、電気をつけてても遊べないことはないよっていうね、まあ、それぐらいのレベルにはちゃんと収まってると思います。うん。ね、遅延してる感じもね、あんまないかな。で、ぬるぬるしてるかっていうと、ぬるぬる感はないんだけど、まあ、
ジャギジャギしてる感も特にないねっていう、まあそんな感じです。まあスタンダードぐらいかなって感じはするね。でねメニューよいしょ、これでホームに戻って、ね、まあ、ホームに戻ってメニューの綺麗さはこれぐらいです。ちょっと電気消した方がいいかなね、明るさ全体でこれぐらいなんで、ね、まあこれね、そうだね、まあ文字とかそこら辺の雰囲気がすごく、まあ、平均的落ち着いてるかなって感じはします。ちょっとこれね Xbox はちょっとオフにして、じゃあメニュー戻ろうか、よいしょと、ね、でね本当にね、まあ、正直な感じ、パッと見た感じウイミウスの K9 にちょっと似てるかなって感じはしました、全体のフォーカスの感じとかね、文字の平均的出てるのとかで、ただ あちらの方はいろんな動作が早いよね、画面の設定とか台形補正とかそこら辺が早い、こっちは結構丁寧にやってくれるん で起動はものすごく早いよね。あと設定メニューが、結構細かいので、ね、まあ互角ぐらい負けてないよねって感じはするよね、はい。そんなわけで、まあ、新しいプロジェクター2024年ね、本当に、まあ、いいプロジェクターがどん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 出てきます。ね、いかがだったでしょうか。今回の検証はここまでです。で、お値段はもう発表しているので、ね、まあ、あえてお値段発表はいきません。ね、はい。まあ、白が好きな方も結構多いからね、黒派と白派と結構いると思うけども。で、ここが、がっつりと向こうもこっち側も穴が開いてるので、ちゃんと本体は守ってくれると思う。ちゃんと排熱がしっかりしてるので結構コンパクトなサイズだから、熱大丈夫かなと思ったんだけど、がっつりこの横が両方とも網になってるので、ここのところはおじいはハード的にはすごい好き。でもプラスチックで覆われてる方がなんか好きっていう人もいるかもしれないけど、アンプとかそういうのがおじい好きなんで、とにかく中を守りたいからいっぱい空いてるのはおじいは大歓迎。スピーカーの音はこもらないし、はっきりくっきり聞こえるし、熱いのは全部出してくれる。ただこのファンの音はうるさくないんだけど、でも穴が開いてるってことはこっち側にいると音はするのでね、まあ、神経質な人は気になるかもしれないね。おじいは全然気にならないです、ね。まあ、お値段からしてみたら、まあ、結構2023年モデルのプロジェクターよりはまあ、いいのかなと、ね。まあ、いいのかなって、何がいいのかなっていうと、真っ暗にして、まあ、見ることを前提として、今明るさ 100% になっているこの状態を基準にしたとして、フォーカスの全体的なフォーカスの合い方が、まあ、100% バッチリではないけども、まあ、80から90ぐらいの間で、まあ、あんまり大きな違和感はないかなと、ね。で、やっぱ1万円台から2万円ぐらいのプロジェクターだと、真ん中と外側のフォーカスの差っていうのがどうしても出てくるんで、ちょっとこう、ぼんやり気味、ちょっとね、っていうところがあるので、それと比べるとちょっとクオリティはこっちの方が上かなって感じはするよね。あとは発色具合と明るさがどこまで欲しいかっていうね、そこの問題になってくると思うけど、これがマックスで800万視量面あるのかな、どうなのかなっていうのは、ちょっと肉眼で見た感じ判断は、どうなんだろうって思うけど、でもお値段からしてみると、この値段で、まあ、この文字の気持ちよさは、コスパ最強かなって感じはする ね、まあ、みんなどこも一長一短あるからね、まあ、かなり面白いモデルが出てきたなって感じはします。はい、というわけでおじいのねレビューは、オープンボックスのレビューはここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。で、興味のある方は
この動画の説明欄にリンク貼ってあるんでね、Amazon で仕様などを見てください。あと、質問のある方はコメント欄にね、気軽に書いてくれれば、答えられる範囲で答えたいと思います。今回はここまで。じゃあね、バイバイ。